単気筒エンジンオートバイの例ヤマハイスワール。単気筒エンジンとは、シリンダーの数が一つのエンジン。各種内燃機関の発明当初から存在する、最も基本的な構造のエンジンである。部品点数が少なく構造が単純であることから、整備性が多気筒と比べて高い。同排気量の多気筒エンジンと比べた場合、軽量かつ小型にすることが可能で、 運動部品のシビラド動摩擦による損失が少なく燃焼室やシリンダー壁の総表面積も小さくなることから熱損失が少なく熱効率の面でも優れている。この特徴を生かしロングストローク型としてさらなる高効率化を図ったものもある。単気筒エンジンは同排気量の多気筒エンジンと比べた場合運動部品の完成が大きく最高許容回転数が低く 最高出力が小さく、中高速域からの加速は、緩慢になり、最高速は低くなる。また、多気筒エンジンであれば、ピストン同士の完成力を相殺できるものもあるが、短気筒では、それが不可能なため、振動が大きくなる傾向もある。バランサーシャフトにより低減する手法もあるが、その場合、損失の増加と、質量増加による、スロットルレスポンスの鈍化と引き換えになる。 2ストロークで360度、4ストロークで720度と爆発間隔が広い、ため、低回転時の柔軟性を補う必要から、フライホイールの質量も大きく取られており、これもレスポンスを鈍化させる。単気筒エンジンは、単位排気量あたりの出力をあまり求められない、用途に適している。例えば、持ち運びをするような小型の汎用エンジン、小型のポータブル発電機、 小型の船外機などに使われることが多い。小型や軽量を求められる小中排気量クラスのオフロード用オートバイや 50cc 以下の原動機付自転車、ミニカーに搭載されているエンジンは、ほとんどが単気筒エンジンである。また、ロードスポーツやアメリカンタイプにおいても、独特の出力特性や軽量という利点に加え、鼓動感や歯切れの良い排気音が好まれることから、 単気筒エンジンが採用される場合もある。構造が単純、最小限であることを活かし、研究機関やエンジンメーカーにおける燃焼質、燃焼特性の開発研究用にもしばしば用いられる。単気筒エンジンはパーツの作り替えに際してコストや時間を節約でき、台上試験なども実施しやすい。この場合は単当エンジンと呼ばれる場合もある。詳細は スプリットシングルを参照プフのオートバイ用にストローク。1シリンダーにピストンエンジン2本。内視構成によっては3本の複数のピストンにより、吸気圧縮爆発、膨張早期の工程を分割した方式があり、スプリットシングルと呼ばれる、単気筒の一種として扱われる、ピストン2本の場合、単気筒のシリンダーを2つに分けて、ダブルピストン構成とし、 燃焼室は2つのピストンで共有するような設計となる。1912年にイタリアのガレリにより考案されたものである。オーストリアのオートバイメーカー、プフは Y 字型のコネクティングロッドを使用し構成した。同様の機構はイギリスのルーカス社やドイツの DKW 社でも採用例がある。日本では戦前には零細オートバイメーカーの手で 夕方気筒エンジン夕方燃焼室エンジンとして少数が製造された例。戦後ではホープ自動車のホープスター S 夕型のエンジンの例がある。ありがとうございます。